伊田松江古墳群は静岡県沼津市伊田にある静岡県指定史跡である。伊田松江古墳群は駿河湾に突き出た標高60から75メートルほどの尾根城に立地している。6世紀末に築造された古墳群で現存する17基は塩墳と考えられている。この古墳群が文献に初めて記録されたのは1800年。 津州四甲巻十二アラプンの甲である。1989年頃には、人穴と呼ばれ近隣の子供たちの遊び場になっていた。昭和29年、39年、56.58年、平成7年と4回にわたり調査が行われた。昭和29年の発掘調査では、多くの出土品が見つかっているが、昭和29年冬に保管場所である。 静岡県立三島南高等学校の火災とともに消失。残りの出土品は戸田村立博物館へ収蔵されている。現在は展望台、きらめきの丘の階段から降りていき、見学が容易に可能である。飯田松江古墳群は23基とも、29基とも、報告されている。これら古墳群に対する発掘調査はこれまで4度、行われている。 一回目は1954年に、三島南高校長、多実教諭により7号分の調査が行われた。なお、この時の資料は、湿度資料と共に、同年冬に発生した動向の火災により、消失したが、焼けて残った遺物は、戸田村立博物館へ収蔵されている。この時期は、高等学校教都市研究部による遺跡の発掘が、盛んに行われており、 翌1955年には、同教諭の指導する、三島南高校により21号分の調査が行われた。2回目は1964年に、戸田村教育委員会の計画で、長田実志指導の元尾新一氏により行われた。この発掘調査は当時、沼津江戸越を結ぶ剣道の計画による遺跡破壊が原因となったと記録されている。9号分。 18号分が調査され、石棺が発見されたが、報告書は作成されなかった。3回目は1982年1984年に、静岡県教育委員会文化課にて重要遺跡の保護を進めるための基礎資料作成を目的に調査を実施した。この調査は、山下明氏が担当し、7号分、18号分の石室の実測図及び、 9号分の石室の実測図と全体の地形測量図の作成が行われた。4回目は1995年から1997年に伊田松江古分群調査整備委員会が組織され、青山学院大学文学部教授、田村孝一教授を委員長とする委員会にて行われた。これは1994年に、 本古墳群が県の史跡指定がなされたことが契機となった。7号墳、18号墳が再調査され、石室公開までの整備も行われた。古墳の直径は下記の通り。1号墳、6号墳は現在存在していない。 7号分、8号分、9号分、15分、1 1号分、1 2号分、1 3号分、1 4号分、1 5号分、1 6号分、1 7号分、1 8号分、1 9号分、2十五分、2 1号分、2 2号分、2 3号分、1 8号分から、この他にも出土した刀の関連の装具などから、考えて、少なくとも4点の装飾的な太刀が服装されていた、ことになる。者たちはこれらを、 安定的に入手することができた古墳群を作った人々の中でも比較的高い地位のものと見ることができる。所在地周辺、ありがとうございます。